リモートワーク中の社員も。
するっていうことは、まあ、全然言うことは物理的に不可能なんですけど、デジタルものを使うことによって、時間を共有することができまして、それで80人中の1人というようなことを導き出すことができます。僕はもう絶対使うことです。最初のアンダーウェアめちゃくちゃ気になりましたね。赤ちゃんのがあるって絶対めちゃくちゃ便利ですよね。あれは便利ですね。赤ちゃんこそ何も考えてるかが一番読み取れないし、もし私がお母さんになるくらいの頃に考えるのかなと思ったら、子育てにすごい気になったんですよね。あのデジタルクローンすごいですよね。あれがもっとね、あの何ですか、進歩すればもう例えばリモートワークとかも本人自在で勝手に進められますもんね。 AI 全部やらしちゃえば自分休みにしちゃうというかね。すごい。また最近アイドルがデジタルクローンになって2060年に復活してバーチャル空間で活動するっていう小説を書いてもらったんです。まさにもうあるじゃんと思って。ではここで VTR でやったデジタルクローンを開発した企業を米倉さんに直接話を伺いたいと思います。本物です。そもそもこのデジタルクローンを開発しようとした目的は何ですか？究極にあの、まあ、サボを送ったんで。あ、究極サボなんだ。人間って結構性格で変化するじゃないですか。機嫌が良かったり悪かったりとか、なんかいつもだったら OK 出すところをなぜか気まぐれでなんかダメって言っちゃうみたいな、そういうことも。要は、表現できるようになる。人の本質ってなかなか変わらないと思いまして、気分とかでの変化っていうのであって、その人の平常状態っていうものに合わせて動かすので、なのでちょっとデジタルクローンは本音を見抜いてきます。クローンの話、本物の人間が死んじゃった後ってクローンってどうなるんですか？僕らのシステム上の設計だとですね、子孫に継承されてるんです、じゃあ子孫がこれ働かせようと思って永遠に働かせることもできるってことですか？その通りです。じゃあもう遺言状とかに自分のデジタルクローンどうするってこう書かなきゃいけない時代がやってくるってことですか？そうですね。3万円らしい。